朝倉義景。朝倉義景は、戦国時代の武将。越前国の戦国大名。越前朝倉氏、第11代、最後の当主。天文2年、1533年9月24日。越前国の戦国大名で、朝倉氏の第10代当主である、朝倉高景の長男として生まれる。聖母は、広野林。 三ノのリと言われ、若狭武田氏の一族の娘で、武田元信か武田元光のとされる。この時、父の高影は40歳であり、唯一の実子であったとされる。しかし出生については、異説がある。幼名は、長野者と称した。吉影の幼少期に関しては、不明な点が多く、森明や宇波に関しては、一切が不明で、伝わる逸話もほとんどない。 天文十七年1548年3月、父の高影が死去したため、16歳で家督を相続して第11代当主となり、園刑と名乗る。9月9日には、京都に対して代替わりの挨拶を行っている、お湯天井日記。当初は、若年のため、工事元年1555年までは、受葬祖父の朝倉高史的、乗影に、政務、 軍事を補佐されていた。天文21年、1552年6月16日、室町幕府の第13代将軍、足利義輝、当時は吉藤より木の字を与えられ、義影と改名する。この頃、左衛門の正に任官した。将軍の義の字を与えられて一等間である。左衛門の正の関東を与えられたこと。 それまでの朝倉投手は西門路上などの三等官は、歴代朝倉家投手の中では、異例のことで、これは、吉影の父、高影の時代に、室町幕府のごく州、番州に列して、地位を高め、また吉影が、正室に官僚であった、細川春元の娘を迎えたことにより、幕府と大変親密な関係を構築し、 また衰退する室町幕府にとっては、朝倉家の至急的大名の力をさらに必要として、優遇したためという。庭かごの姿を吉輝に献上して、交流を深めていたことも知られている。高次元年、1555年に宋雫が死去したため、吉影は自ら政務を取るようになる。A62 年、1559年11月9日には、14下に除位された。 A66 年、1563年8月、若狭国の阿波谷勝久を攻めた。この頃の若狭守護である、武田義宗は守護として、家臣を統率する力を失っており、阿波谷勝久や泉正京らは、丹波国の松永長頼りと通じて、無本を起こしていた。このため、朝倉軍は、A66 年以降、主に秋に、阿波谷市攻撃のために、若狭出兵を繰り返している。 国吉城老城期。A67 年、1564年9月1日、朝倉慶鏡と朝倉影高を対象とした朝倉軍が加賀国に出兵。9月12日には吉影も出陣して本、折、小松を落としたのを皮切りとして、9月18日には、三木塚。9月19日には、港川に放火して大正寺まで進出した後の9月25日に一条谷に。 して英六八年、千五百六十五年五月十九日、将軍、足利義輝が、松永久秀らによって暗殺された。義影は、義輝暗殺を五月二十日に、武田義宗の書状で知っている。八月に、朝倉軍は、若狭に出兵している。また、八月五日に義輝のおじにあたる、大覚寺義春が、上杉謙信にあてた書状によれば、 吉輝の弟、各家、後の足利義明が7月28日に、遊兵先の奈良を脱出して、大海に移ることになった背景には、朝倉義シの格策があったとしており、この段階で義シは、吉輝の家臣であった、和田惚政、細川藤高、四里が旧世ら脱出に関わった人たちと連絡を取り合っていたとみられいる。9月8日、松永久秀に、 矢島御所から追われ、若狭武田家を頼っていた、各家改め、吉明が越前鶴賀に同座したため、吉影は、慶京を使者として使わし、その来訪を歓迎した、上杉家文書、多門日記、越州軍記。吉明は、朝倉家の講演を期待して、朝倉、加賀一行一騎の和睦を取り持とうとしたりした。しかし、両者の長年の対立は深刻ですぐに和睦できる。 ものではなかった。また、A60 年、1567年3月、家臣の堀江影忠が、加賀一向一騎と通じて、無本を企てた。加賀国から来襲した、杉浦元人率いる一騎軍と交戦しつつ、吉影は、山崎義家、魚住慶方に明治堀江家に攻撃しかける。影忠も、必死に交戦をするが、結局、和睦して影忠は、 加賀国を経て、能登国へと没落した。これは、朝倉系鏡の残言による内乱であったと、朝倉島月は記している。11月21日、吉明を一条谷の暗洋寺に迎え、11月27日に、吉影は祝賀の挨拶を行っている。吉明の仲介により12月には、加賀一行一揆との和解も成立している。吉明は、 上杉謙信など諸大名にも上落を促す書状を送っているが、それらの大名家は、隣国との政治情勢などから出兵は難しかった。そのため、義明は義景に上落戦を求め、12月25日には、非公式ながら義景の館を訪問している、朝倉島月、越州軍記。また、義明が発する、大内垣にヨシは添え状を添えており、この時の義景は、 実質的には、官僚に相当する立場にあり、朝倉刑図では、吉影の地位を官僚代として記している。A61 年、1568年3月8日、吉明により広野院が2位の2位に除せられた。4月には吉明が吉明と改め、朝倉館で元服した。その後も吉明は、朝倉館を訪問して、 吉影に限らず、朝倉一門衆とも関係を起こきて上落戦を求めた。だが6月に吉影の着難である秋見丸が急死して、吉影は悲しみの底に沈んだ。このように吉影は吉明が望む上落戦には冷淡であったため、7月に吉明は美濃国を支配下に置いて、勢いに乗る織田信長を頼って動座しようとした。吉影は、 止めようとしたが、吉明は滞在中の礼を厚く謝する、おうち垣を残して、越前から去った、足利よき。英1十一年、1568年8月、若狭守護、武田氏の内紛に乗じて介入し、当主である、武田元明を保護という名目で、オバマから連れ去り、越前一条谷に軟禁し、若狭も支配下に置いた、国吉城老城記。ただし、 武田家臣の阿波や勝久や熊谷氏などは吉陰に、受属することを拒否して、頑強に抵抗し、若さを完全に平定したとは言い難い。この若さ信仰は当時上落作戦を展開していた、織田信長と浅井長政の縁が目的であったとの説もある。しかし吉陰は、次第に政務を、一族の朝倉家鏡や朝倉家剣羅に任せて、自らは、勇興に吹けるようになったと言われている。 A61 年1568年9月、織田信長は足利義明を報じて上落した。上落した信長は義明を将軍とし、さらに義景に対して義明の命令として二度にわたって上落を命じるが、義景は拒否する。これは、朝倉家が織田家に従うことを嫌ったためと上落することで、朝倉軍が長期間にわたって本国、 越前を留守にする不安から拒否したとされ、また信長も越前は、織田領である美野と京都間に突き出された槍という、一から吉陰を服属させる必要があったためとされる。このため、A63 年、1570年4月20日、吉陰に範囲槍として、越前出兵の口実を与えることになり、吉陰は織田信長、徳川家康の連合軍に攻められることとなる。 連合軍の攻勢の前に、旧若狭武田家臣の阿波谷氏、熊谷氏らは信長に降伏した。また市場である、手筒山城と金ヶ崎城が、織田軍の攻勢の前に落城した。吉影は、小詰めのために、浅水、現在の福井市まで出兵したが、居城の一条国で騒動が起こったとして引き返した。だが、浅井長政が信長を裏切って、織田軍の背後を襲ったため、 信長は京都に撤退した。この時、朝倉軍は織田軍を追撃したが、織田軍の殿を率いた木下秀吉に迎撃され、信長をはじめとする有力武将を取り逃がした川島文書、信長後期。このため、信長に最挙の機会を与えることになった。元気元年、1570年6月28日、織田、徳川連合軍と朝倉、 浅井連合軍は姉川で激突する姉川の戦い。しかし、浅倉軍の総大将は、吉陰ではなく、一族の浅倉経験であり、兵力も8000人、一節に1万5000人だった。浅倉軍は徳川軍と対戦したが、坂木原康政に側面を突かれて敗北し、姉川の戦いは敗戦に終わり、信長後期によると、浅井。 朝倉軍は千百余の損害を出たとされる。ただし、後日のようにこの三ヶ月後に、朝倉軍は再度出兵を行っており、巷で言われてほどの大損害を受けたとは考えにくい。だがこの戦いで信長は、浅い方の史上の多くを落とすことになり、戦略的に非常に不利な立場に陥った。8月25日、信長が、三好三人衆、石山本願寺討伐のために、 摂津国に出兵、野田城、福島城の戦いしている隙をついて、吉影は自ら出陣し、浅江軍と共同して9月20日に、織田領の大海坂本に進攻する。そして、信長の弟、織田信司と信長の重臣、森吉成を廃止に追い込んだ。さらに大津で焼き働きし、9月21日には、大護、山品に進駐した。 しかし信長が軍を大見に引き返してきたため、比叡山に立てこもって、織田軍と対峙する、滋賀の陣。この時信長は、比叡山に自らに味方するよう求めたが無視された。また10月20日に、織田、朝倉間で小規模な戦闘があり、信長は吉陰に日時を定めての決戦を求めたが、吉陰は無視した、時継ぐ狂気、広犬気、信長後期。11月25日、 信長は、吉影の大路を断つために、片谷に別軍を送った。11月26日に、朝倉、お高んで合戦になり、痛み分けとなる。11月28日、足利義明、二条晴れ吉らが坂本に下校して、和睦の調停を行う。さらに信長は、調停工作を行ったため、12月に信長と吉影は、直命交和することになる。 な子の直名講話の対象が、延暦寺だけに限定されていたとする指摘もある。元気2年、1571年1月、信長は秀吉に命じて、越前や大見館の交通を遮断、妨害した。6月11日、吉影は、賢女と和睦し、賢女の子、京女と娘の婚約を成立させた、賢女承認御所殺案流。7月に、 六角条邸が京都に侵攻しようとした際には、落中で放火などしないようにという書状を送っている、田川佐五郎氏書蔵文書。8月、吉影は浅井長政と共同して、小田寮の横山城、三浦城を攻撃するが、逆に信長に兵団を脅かされて敗退した。この後、信長は、前年に浅倉に協力した、比叡さんを焼き討ちした。元気三年。 1572年7月、信長は、小谷城を包囲し、虎御前山、八宋山、宮部の核、砦を整備し始めた。これを見た浅井氏は、浅倉氏に、長島一行一騎が尾張と美濃の間を封鎖したので、今出馬してくれれば、小田軍を打ち果たせると巨峰を伝え、吉影はこれを信じて、支援に赴いた。しかし吉陰は構成には出ず、 織田軍から散発的な攻撃を受けると、前馬義継や富田長茂ら有力家臣が、信長方に寝返った。9月には、取り出が完成。信長は再び日時を決めての決戦を申し入れて、来たが、吉影はまた無視した。9月16日、信長は取り出に、木下秀吉を残し、横山城へと兵を引いた。10月、海の国の武田信玄が、 正常作戦を開始し、東江東、三河方面へ進行し、徳川軍は次々と城を奪われた。この出兵の際、信玄は吉陰に対して協力を求めている。これを受けて信長が岐阜に撤退すると、吉陰は浅井勢と共同で打って出たが、虎御前三歳の橋場隊に敗退。12月3日には部下の疲労と積雪を理由に越前へと撤退してしまい、 そのため信玄から激しい非難を込めた文章を送りつけられる異能、井の文章。元気四年、1573年2月16日、信玄は賢女に対して、吉影の撤兵に対する恨み事を述べながらも再度の出兵を求め、賢女もまた吉影の出兵を求めている。3月に、吉秋が正式に、信長と絶縁すると、吉影の上落の噂もあったというが、 八そか日に本年法、吉影は動かなかった。四月十二日、朝倉家にとって同盟者であった武田信玄は陣中で病死し、武田軍は海に引き上げた。このため、信長は織田軍の主力を朝倉家に向けることが可能になった。天正元年、1573年8月8日、信長は三万の軍を率いて、大江に進行する。 これに対して、吉影も軍を率いて出陣しようとするが、数々の失態を犯し重ねてきた吉影はすでに、家臣の信頼を失いつつあり、疲労で出陣できないとして、朝倉家の重臣である、朝倉家鏡、魚住家たらが吉影の出陣命令を拒否する。このため、吉影は山崎義家、河合創生らを招集し、2万の軍勢を率いて出陣した。 8月12日、信長は、暴風雨を利用して自ら朝倉方の砦出である、大竹砦出を攻める。信長の奇襲により、朝倉軍は敗退して砦出から追われてしまう。8月13日には、平野三妻が陥落し、吉陰は長政と連携を取り合うことが不可能になった。このため、吉陰は、越前への撤兵を決断する。ところが、 信長は、吉陰の撤退を予測していたため、朝倉軍は信長自らが率いる織田軍の追撃を受けることになる。この田辺さんの戦いで、朝倉軍は敗退し、柳瀬に逃走した。信長の追撃は厳しく、朝倉軍は撤退途中の利坂において、織田軍に追いつかれ、壊滅的な被害を受けてしまう。吉陰自身は、引田城に逃げ込んだが、この戦いで、 斉藤達沖、山崎義家、山崎義信らの武将が戦死した。吉影は、引田城から逃走して一条谷を目指したが、この間にも、将兵の逃亡が、相次ぎ、残ったのは、鳥居京勤や高橋京行ら十人程度の、側近のみとなってしまう。8月15日、吉影は一条谷に帰還した。ところが、朝倉軍の壊滅を知って、一条谷の留守を、 守っていた将兵の大半は逃走してしまっていた。吉影が出陣命令を出しても、朝倉慶鏡以外は出陣してさえ来なかった。このため吉影は自害しようとしたが、近親の鳥居、高橋に止められたという。8月16日、吉影は、景況の進めに従って一条谷を放棄し、篠の目寺に逃れた。8月17日には、 平泉寺の総兵に援軍を要請する。しかし、信長の調略を受けていた平泉寺は、吉陰の要請に応じずに、篠野の目寺を逆に襲ったため、吉陰は8月19日夕刻景況の防備の不安ありとの進めから、検証時に逃れた。一方、8月18日に信長率いる織田軍は、柴田勝家を先方として一条谷に攻め込み、 館や神社仏閣などを放火した。この放火は三日三晩続いたのである。いとこの朝倉系鏡の勧めで、賢章寺に逃れていた、吉陰であったが、8月20日早朝、その景況が、織田信長と通じて裏切り、賢章寺を200機で襲撃する。ここに至って吉陰は、自陣を遂げた。去年41。死後、高徳院や小小小,小、愛王丸ら。 義景の血族の多くも、信長の命を受けた、庭長秀によって殺害され、隠して戦国大名としての朝倉氏は滅亡した。義景の首は信長家臣の長谷川宗人によって、京都で獄門にさらされた。その後、浅井久正、長政ともどもされ神戸に、白納、白髪を施され、信長が家臣に披露している。 灰にして酒を飲ませたというのは作り話である。この、信長の行為を、桑田忠隆は、信長がいかに冷酷残忍な人物であったかがわかる、と評している。この桑田説に対して、宮本義美は敵将への敬意の念があったことを、表したもので、改め念にあたり、根性と構成を合わせた清めの場で、三章の母題を弔い、新たな出発を期したものであり、桑田説は、 首下状の風習の見落としによる偏った評価と分析している。吉影は以下の事実から大見六角氏からの養子であったという説がある。不代家臣や一文集の離反など吉影の代で起こった家中の圧力の原因も吉影が竹からの養子であったことに起因しているとこの説は主張している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。